はいどうも、モングル600です。本日もライフイズストレンジのね、続きをやっていきたいと、ビフォーザストームの続きをやっていきたいと思いますけど、まあ、前回ですね、ちょっと元気がなかったかな、個人的には。その前回からね、引き続きやってたんですけど、ちょっと校長に腹が立ちすぎてっていうのもあってね、まあなかなか心が乗り切らなかったというか、感情移入しすぎたところはありましたけど、今回は今回でまた元気よくね、始めていきたいと思います。では早速続きからいきましょう。はい、これは多分寮でお金をドリューに渡しての後よな、だと思うんですけどね。違うかな、もしかしてこれ劇見れるんじゃない。テントが張ってるって言ってね、レイチェルが前回言ってたような気がするんですけど、誰もいい日な。でもこれ山火事一生収まらないのはやっぱこれすごいですね。規模がでかいですね。なかなかね、私の、あ、舞台立ってるじゃないの。もうおしゃれ、なんか照明の感じとか楽しみやな。え、見れんのこれ、俺見れんのかな。何それ、何してんの。やばい、サイヤ人みたいな格好してるこいつ。お、ほら、これ絶対意識してるわ、サイヤ人。これ王子これ誰、執事。これなんかむっちゃ出し物とかする、出店とかすんのかな、これもしかしたら。めちゃくちゃな一日だ。うん、やっとレイチェルと話せる。見つかればの話だけど。あ、すげえ、音響設備やなこれな。遊ぶって書いて、遊んでみる。じゃあ遊ぶって何も音流れてないんじゃないの。クロエプライスがお届けする、うん、ファイアウォークスペシャルレーザーショー。これお前以外誰も面白くない、クロエ。ごめん、びっくりした。なんでそんな笑顔なのかが不思議やった今。どうしたん、あれ隅っこで。わ、やばい、隅っこにゾンビいるぞ。それどうしたん、サマンサ。サマンサ話聞かせてよ。サマンサ、ハムスターや。うん、どうしたん、どんぐり見つけたか。姉さん聞きなさい。できないよパパ、無理だって。声が大きい。パパは分かってない。うん、俺は嫌われてるんだ。え、笑われるだけだよ。なぜか分かるか。知らないよ。それはお前が弱さを見せるからだ。今そうしているようにな。でもパパ、いつになったら分かる。これはお前だけの問題ではない。プレスコット家の問題だ。私に恥をかかせるな。まあ、姉さん。はい、よし、ではしっかりやれ、劇の後でな。こういうタイプのトンか。いや、何か言うって、そんなんでも何言うの、何言うか聞いてみたいな逆に。おっさん、励ましの言葉に感動しましたよ。自信を持たせるには脅しが一番だもんな。どこの誰か知らないが、余計な口出しをするんじゃない。話を聞かれたくなかったら部屋の中でやりなよ。あんたのでっかい家ならたくさんあるんだろ。おお、強いなクロエ。その格好よ。なんかいや真剣な顔してんねんけど、ちょっと。うん、どうしたん姉さん。姉さんのこと好きなんか、ハムスターは。うん、どうしたんサマさん、なんかあったんなあ。姉さんの父親すげえ感じ悪かったな。まあ、本当、あんな父親消えちゃえばいいのに。そうやな、それでパーって消えても困るけどな。逆にそれは言い過ぎやわ。確かにクソ野郎だったけど、人の親に消えろってのは言い過ぎじゃないか。それは言い過ぎ、ハムスター。それは言えへんわ、ハムスター。クロエ、そんなつもりじゃ、ごめん。お前可愛いか。殺したわけじゃない。
それとも？ん？冗談だよ。わかってる。え？クロエのダークなセンスって、姉さんみたい。っていうか、二人はよく似てるよ。は？どういう意味だよ。全然似てないよ。だってさ、二人とも芸術が好きで繊細でしょ。うん。辛い思いもしてて、周りに誤解されてる。姉さんをかばったのは気持ちがわかるからだよね。姉さんを助けてあげたいの。でも私が何かしようとすると逆効果みたいで。あなたが姉さんなら私にどうしてほしい？どうしてほしいって何？俺そんな、俺でもハムスタータイプじゃないからな。なんかでも何やっても無駄っていうのかわいそうやしな。なんかあるかな、そっとしておく手を。まあ、いや俺どうしてほしいとかはそんな分からんけど、自分の立場に立って俺がもし姉さんの力になりたいと思うやったら手を差し伸べてみたらいいんやね。一回めちゃめちゃキレてる時になだめられるとムカつくけど、本当はそういうのが必要なのかも。あるよそういうのも。昨日の姉さんもキレてたけど、本心は嬉しかったはずだ。そうや、俺切れてないっすよ、やん。なあ、言ってみ。ありがとう、クロエ。切れてないっすよ、あなたに聞いてよかった。うん、そやろ。あかんわ、俺は。向いてないわ、そういう相談事。あかん、これ向いてないね。まだ話すんか、お前。まだ俺と話したいんか。話せへんのか、ほんで。大体ね、何の話しててもね、それお前はすぐにそうやって笑わそうっていうか、なんかそういう笑い話に変えるようなみたいなこと言われるからね、私の場合は。男子の楽屋。うん。悪いけど遠慮しとく。なんで？あ、ちなみにね、ここのこの壁に書いてるなんかこうなんていうの、コンセプトアートみたいなやつあるでしょ。あれはあの TRPG の女の子ね、ニット帽をかぶった女の子、あの子が書いてるみたいですよ。レイチェルを探そう。うん、まあ探せんけどな。ヘイデンやん。あ、お前か、ヘイデン。よー、ヘイデン。よー。ファーディナンドと呼びたまえ。ファーディナンド？ファーディナンド。え、うん。まあいいか。よう、ファーディナンド。よう、クロエ。じゃなくて、うるわしきレディ。なんつうか、役になりきってんな。うん、めっちゃ困るわ、なんか。そうかな。ありがとう。うん。服どうなってんの、それ。バイカラーになってんの。お腹のところでバイカラー、めっちゃ短いんかな。私の力は、まるで夢の中で縛られているかのようだ。よーし。でーな。でーな、話聞かせて、でーな。よー、でーな。うん、でーな、どうしたん？ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ。何言ってんの？俺もやらせて、それ。ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ。合わせて、ブグバグ、ムブグバグ。ミビバグ、ムビバグ。笑えば笑え、笑わら、笑わる。言われば笑わい。笑わば、笑わば、わだ。ウケる。いいや、他にもないの？人の日は、人ぞ、みたいな人スレード。我が日は人ぞ、人ぞ、知ろう人、人ぞ、知れず。よし、行くか。こっちは？左マウスボタン、テントに入る。あ、ちょっと待って、じゃあこいつの話聞かして。キートン。キートン教授。よう、キートン先生。おや、ブラックウェル演劇家のミューズではないか。うん、違いますよ。今も真実の愛など存在しないと思うかね。真実の愛かな。いや、愛は存在するんじゃない、別に。どうかな。うん、愛ってつまり何が起きても相手を受け入れることなのかも。それを志す者は多く、極めるものは少ない。しかしステフが突如姿を消した悲劇に、君の登場が希望をもたらすだろうか。そうっすね。彼女は照明を司る獅子だった。だが開演を遅らせるわけにはいかない。どういうこと？まったく変なおっさんだな。人手が足りひんってことを言ってんの？あと手伝うけど、俺全然。これは何？レイチェルは日遊び程度でああなった。うん。剣を持たせたらどうなるんだろう。っていうか、普通に劇めっちゃ見たいよね。ノートパソコンも見たいけどさ。これだけ準備したのに、マイキーのために全部投げ捨てられるステフってすごい。マイキーのために全部投げ捨てられるステフ。あ、ステフがやっ出た照明の話なんかな、これ多分。そういうスケジュールっていうか台本みたいなものがあったんだ。でもステフは
多分今いないんだろうね。うん、何やろうな。ちょっとそこの詳しい話、お前もうちょっと静かにしてくれてえな。お前もう気になって話にならへんわ。いるって絶対、レイチェルもやけど、あの話聞かせてくれるって。うわ出た、ビクトリア・ジェームスじゃんこれ。ん？何してんの？もうよう見つからんかったな今。何だったんだ今の。めちゃくちゃ怪しいな。怪しいな。まあおそらくビクトリアは飲み物に何入れたんだ。そうやろ、レイチェルに嫉妬心とかってあると思うね。レイチェルチヤホヤされてるから、そういった意味でいくとレイチェルを貶めようとしている可能性は大いにあるよね。まあちょっとメール見てみる。もうメール大体見てもいい。あ、ステフからちょっと見てみる。ステフだよ、今病院に向かってる。これ多分ドリューのあれでしょうね、話でしょうね。マイキーから話聞いた。ドリューかわいそうにまだ信じられない、クロイがいてよかった。ステフが言ってくれるなら安心だ。他にできることがあったら言ってありがとう。そうすると、まあこれ重い、マイキー重いですね、ステフはね。でもステフはレイチェルが好きなんですよね。でレイチェルも見てみよう。用事はうまくいってると。多分これフランクのことかな。でドリューの部屋でやばいことが起きて、ほんと最悪だよ。嘘、クロエも大丈夫、話聞くよ。うん、後でねって。劇が終わるまでは心配しないで、舞台裏にいるよ。分かった、今行くと。でまだ来てないってことね。さらにフランクやな。今デイモンと話した。ガキに思い知らせたと言っていた。お前のことは見てない。何があった、金はあったのか。プライス、金はどこだ。真面目な話だ。舐めた真似はよせ。生きてるなら返信しろ。明日会おう、説明しろよ。まあこうなるわな。そりゃ怒るっていうか、なんていうか、まあ裏切ったわけやからね、フランクをね。で問題は飲み物やねんけど、中身を開ける。見てみる。思い切ったな。薬、ポートフォリオ、薬、見てみよう。禁止管剤、禁止管剤。あー、なんちょっとふわっとするってことか。禁止管剤、どういう効果があるのか厳密にはわからないけど、多分ちょっとこうふわーっとしてる状態。俺なんかあのん、赤、何した。せっかくの紅茶が冷めちゃう。何してるの。ここは関係者以外立ち入り禁止よ。宿題の時みたいに劇も台無しにするつもりなの。ほんと最低ね。いや俺ここでレイチェルのためっていうのはちょっと良くないんや。これ暇つぶしだよって劇を見に来たわけじゃない。楽屋で裸になってるやつらをからかおうと思ってさ。あっそう。ここは分からないふりしてる方がいいよ。まだレイチェル知ってる？古代ギリシャ劇の風習では初演の夜、代役が主演にお茶を入れるんだって。それまで学ばせてもらった感謝を込めて。それに倣って私もお茶を用意したの。あなたの才能が大勢の前で輝きますように。へえ、それはありがとう。どっちから攻めるかよな。まあ結論もちろん飲ませたくはないよ。ビクトリアの方に行くかレイチェルの方に行くかやな。これレイチェルの方に行って面白くないな。ビクトリアの方に行こう。待った、今の聞こえた？何？何も聞こえないけど。あ、聞こえた。キートン先生が呼んでるみたい。そうなの？あ、セットの配置で私の意見を聞きたいのかも。待ってて、すぐ戻るから。お？言い合いじゃなくて。何なの？薬を盛り上がった。おお、そんなことだろうと思った。どうする？いやもうそれはカップを、俺はカップをすり替えるやけどな。これ何、これできた人間はビクトリアに聞くになんの？俺はごめん、70
対30ぐらいで、7対3でいいけどさ、これは A でしょう。いやこれ絶対圧倒的多数派やって。ビクトリアに聞くって。さすが、クロエがいなかったらどうなってたか。すごい筋肉が緩んでたんじゃない？先生は姉さんと喋ってた。またすぐ呼ばれるかもしれないけど、まずは乾杯しましょう。あ、飲むんや、ビクトリアも。じゃあまあ確かにそうかもね。入れ替えていいかもね。俺やったらせるけどな。入れ替えるけどな、普通に紅茶をな。怖いもんね、どっちも入ってから。最後まで飲み干してね。感謝の気持ちだから。余裕は。あなたみたいに優しい人と仲良くできて本当に嬉しい、ビクトリア。私も。へえーって書いて。くたばれ。ビクトリア、あんたには悪いけど、くたばりの。あなたって本当に最低。じゃあね、レイチェル。また後で。よくこいつそんなこと言えるよな。さて、どうなるかな。今日はろくでもないことしか起きないな。あ、それ私のじゃん。ん？当のタロットカードは突然の変化を意味するって知ってた？へえ。クロエ、バタバタしてるもんね。誰かさんのおかげだ。なんということだ、おしまいだ。舞台はもうおしまいだ。どうした、キートン。早かったね。若き芸術家たちよ、非常な知らせが届いた。うん、悪魔の豪華によりジュリエットの行く手が阻まれたのだ。道は閉ざされ、我らがエアリエルは囚われてしまった。うん、ストレートに言え、わからん。本物の精霊のように風のごとく現れてくれたら、うんうんうん、ああ、代役も言いない深刻な事態である。うん、中止も致し方ないか。近視関西打たれたんか、お前頭に。この公園は呪われている。うん、もはやこれ以上の不運は考えられないだろう。キーゾン先生、お知らせしたい。お知らせが。レイチェルが薬をやってます。見てください、顔がぐにゃぐにゃでキラキラで。薬を盛られてますね。じゃなくて、薬を自分で飲んだ。そうでしょ。ブグバグブグバグミブブガブエロ。悲劇だ。言うたり言うたり。悲劇だ。ちょ、なんかあれみたいに、お経みたいにブグ合わせてブグバグ。いや、悪夢にうなされるやろな。いやいや代役にゼグロエはどうでしょう。どうなってんねん、お前。ジュリエットが来るまでだけでも。どうなってんねん、おい。なんか歌詞おかしいぞ、お前。ブクブク貸してるぞ。ジュリエットの衣装もぴったりだし。え、まさしく。君、これまで演技をしたことはあるのかね。あるよ。あるわけねえだろ。謙遜しないで。いつも二人で寸劇ごっこをやっていて、そうそうそう、すごく上手なんです。人生が演技やからね、俺は。今日の舞台の命運がすべて、うん、君のその細い肩にかかっているとしたら、うん、なんというかね。黙って俺についてこい。お気の毒にすかね、うん、とも言うね。クロエ、ねえ、お願い。何？え？ちょっと何役やんの、まず俺は。うわ、何役やねんそれ。綺麗やん。でもレイチェル、こんなことされやがって。ハードロック。ハードロックって感じ。え、でも可愛いよな。じゃあクロエはさ、メイクしてないからさ、レイチェルはメイクガンガンメイクしてるやろ。台本か。マジでこれ全部覚えんのか。任しとけって。うわ、これはちょっとごめん、俺も読む気なくなった。でも大体読んだけど、ま、キーワードだけ覚えといたらいいんで、全部そんな覚えるの無理やから。まずね、エアリエルっていうのが、これ今回クロエがやるやつね。で、このご自由になることっていうのが俺なんか出てきそうな気がするんだよ。なんか絶対聞かれると思うのよ。とにかくプロスペローっていう誰かに、どうした、お前は何を望むのだと聞かれた場合、私は自由になることと答える。
まあ、これはまず覚えておきたい。あと、ね、前のページここぐらいかなのあたりでも、まあ、エアリエルがこうてか長い話をしてる時があるんですよね。こういうのね。でここやねんな。地獄は空っぽだ、悪魔は皆ここにいる、こう叫びましたと。ファーディナンドは真っ先に海に飛び込み、こう叫んだ。ここはちょっと覚えておき、この2つぐらいは俺出てくるんじゃないかなという、要チェックポイントかなと思うんですよね。よし、じゃあ行くよ、本番行きましょう。来たね。あ、なんと不思議な巡り合わせか。お、運命の女神は我が敵を島にお送りになった。レイチェルがそれやねん。尋ねることはないだろう。うん、このまま眠りにつきなさい。安らかな心地に身を任せて。うん、そう、逆らうことはない。来い我がしもべよ、ここへ。やばい、出番だ。お、ほら、さあ、いつでもいいぞ。早く行きなさい。エアリエル、私のもとへ。さあ。くそ、大丈夫、きっとやれる。レイチェルのとこに行っていくつかセリフを言うだけだ。やや、エアリエル、待たせた。私の登場だ。なんと孫をことなき夜風がここに突き刺さりし、大地はひび割れ、波は大きく。どうしたんだ、どうしたんだ、私、神は私に一体何を捧げろと。エアリエル、お呼びでしょうか。プロスペラ様。プロスペラか。何なりとご用をお申し付けください。心優しく勇敢な精霊よ。はい。命じた通りに起こしたのか、あの嵐を。お前全然ちゃうとこ来るやんけ。ぐるぐる巻きの嵐かじゃないわ。私は王の船に乗り嵐を起こ、いやこれ単純に起こしたのか、嵐を起こしましたっておかしいやろ。これ多分ね D や思うわ。私は王の船に乗り込み、うん、火の化身となり、そう、皆を驚かせてやりました。せや、炎、そして恐ろしいうなりを上げる雷に、海神ネプチューンも震え上がり、海は大荒れとなったのです。もうピシャ、いったもん。さすが我が精霊、ね、その騒動ではどれほど肝の据わったものでも、きっと取り乱すに違いない。もちろんです。王子の、ファーディナンドは真っ先に海に飛び込み、こう叫びました。なんか服ダサすぎひん。あ、ここや。地獄は空っぽだ、やったっけ。え、こんなんやったっけ。地獄、え、え、で、ちょっと待って、え、俺話してたよな。ここ絶対キーワードポイントしてたよな。地獄は満員だやっけ。地獄は空っぽだやと思うねんけど、ちゃう。地獄は空っぽだ、悪魔は皆ここにいる。そうだ、うわぁ、そうや。だが彼らは無事なのか。ここで場所を移動するんだったな。無事なことがあるか。ファーディナンドはやがてその自らの足をや止め、そして言うのである。俺、黙って俺についてこいと言うのだ。髪の毛一本傷つかず、ご命令の通り幾人かずつに分け上陸させました。え、なんやねんこれ。島の端っこはないやろ、そんな言い方せえへんやろ。てっぺんはいいな、あちこちにっぽい気すんだけどな。あちこちかてっぺんで、ここで私はいつものテストの解き方ならば、第1問目は D だったんですよ。で、第2問目は A。ここで W ってくるのは安易すぎる。だから A、島のあちこちにで。ファイナルアンサー。島のあちこちに。ブラボー。わお！エアリエル、お前は役目を果たしたようだ。うん。だが終わってはいない。ん？え？まだ仕事が？まだ仕事が？交わした約束を思い出していただきたい。うん。どうした、お前は何を望むのだ。
さっさと終わらせることはないな。自由になることじゃないか。自由になることを。その通り。お自由になる。ならん。何があろうと、それは許さん。そんなセリフじゃないよな。どうしたんだ。いや、でも約束したでしょうしか出てこんよな。でも、自由を約束したではないですか。私はお前を大切に思っているのだ、はい、これまでは隠していたが。おう、え？私の忠実な味方、そして友、私のために働くことに楽しさや興奮、喜びはないのか。それはもちろんあるに決まっています。先生、台本と全然違う。起きようとしている。奇跡ってなって。では教えておくれ。めちゃくちゃやんか。なぜ自由になりたい。なんやねんこれ。何の話をしてんねん。なぜ自由になりたい。楽しさはまやかし。楽しさは儚い。楽しさは儚い。楽しさは儚い。それに怖いのです。共に新しい何かを探す。旅に出たらあなたはいずれ私に飽き、そして私は一人になる。お前は私の手の中だ。話すものか。お前を一人飛び立たせはしない。そんな苦しみには耐えられない。いや、舞台やからなあ、あくまで。ただこれを自分らとリンクするんやったら、D なんかなあ。舞台やったら、その、A でもええかなって気すんだけどな。でも D なんかな。では私と来ればいい。あなたならできるでしょう。精霊よ。私の手を取れ。親愛なる友よ。私の望みが叶うまで。あと少しだけ力を貸しておくれ。ここに誓う。すべてが終わったら共にこの島を出よう。世界を巡るのは旅の序章。自由という言葉も忘れるほどの最上の幸せを約束しよう。私の思いに応えてくれるか。はい。お前その邪魔入れんねや、うっとうしいな。ではもう下がってよいぞ。さあ立ち去れ。私はやることがある。すごかった。感動したよ。え、誰。君は天性の女優だ。来年も必ず参加してもらうぞ。あのエンディングとても斬新だった。感服したよ。どうも。何が起きたんだ。お話を聞きながら。これは現実か。不思議な眠気に襲われて。しっかりなさい。さあ奴隷のキャリバンに会うとしよう。あの者は邪悪です。姿を見るのも嫌です。それでも火を起こし薪を運んでくれる。聞こえるか奴隷。キャリバン、こちらへ来い。俺の母親がカラスの羽で集めた邪悪な毒の雫がお前らに降りかかればいい。そして南西の熱風で体中ただれてしまえ。毒にまみれた奴隷、悪魔を父に持つ者よ。醜いお前を住まわせてやったというのに、お前は我が娘の純潔を汚そうとした。ふはははあれは惜しかった。見つかっていなければ島中キャリバンの子でいっぱいにしてやったのに。薪を取ってこい、今すぐに。さあ奴隷よ、行け。めっちゃ演技うまいけどな。でも新しいやつできた。新山の方や。あ、何アラジン。この音楽は一体どこから。天か、それとも地の中か。すぐそこや。
すぐそこやん、お前見たわかるやん。この劇結構過激だな。あの方は精霊かしら。とても凛々しいお姿。え、じゃあ黒人やん。きっと精霊ね。いや、我々と同じに食べて眠り五感もあるものだ。そのような屈辱を受けるものか。剣を収めろ、侵略者め。わあ、私を愛していますか。天よ、地よ、我が言葉の証人となれ。私はこの世界の何よりあなたを愛し大切に思っている。ああ、まるで屋根から滴る雪解け水のように涙がヒゲを伝い落ちています。皆を解き放て、エアリエル。私は呪いを解き彼らを元に戻してやろう。それで正気に帰るはずだ。これで呪いは全て解けた。私に残るは人としての力のみ。どうか私の呪縛も解いてほしい。あなた方のその温かい手で。あ、終わりや。エンディングやん。よかったよ。ねえ、クレイは？クレイは出してくれへんの？覚えてろよ。何？怒ってる？クソほどな。あ、こいつお前。何やったっけ、名前忘れたわ。セラーかなんか。ハラ、セラ、なんかそんな感じのやつや。いやー、あいつがどうなってくんのか気になるけど、まあとにかく劇は全部成功したっぽかったですね。これ本当に良かったですね。勘だったんですけど、まあ、よかったな。舞台成功に導けてな。クロエが舞台に出た時のキートン先生の顔って緊張で死ぬかと思った。In a terrible night I'll meet you in my sleep。先生も死にそうだったよ。おっさんには貸しができた。エピソード2終わりなんじゃないこれ。ムービーやもんだって。エピソード1の終わりはもう豪華を起こすレイチェルのあの叫びで方向で終わったけど、なんかまた衝撃的なシーンあんのかな。今日の舞台の命運が全て君のその細い肩にかかっているとしたら、うん、ああ、なんというかね。あとだ。黙って俺についてこいやろ。本番であんな経験したのは初めて。そうやな。すごかったよレイチェル。すごかったのは、ね、うん、クロエだよ。俺もな、うん、舞台後の夜って大好き。ほんとそうやね。いつもこんな感じ。そう、ね、そうだよ。そう緊張が消えて、うん、そうやね。アドレナリンだけ残る感じ。あるよね。そう、演技イズハイ。新人さん、ご感想は出た。でもクロエは完璧だった。びっくりしたよ。よかったよ。まだ心配事がある。最高だった。とにかくホッとした。まあ、とにかくホッとしたが一番じゃん。とにかく、うん、終わってホッとしたよ。今日は本当は、ね、ひどい一日だったから、ね、ビギナーはそうやね、うん、今日は大変だったよね。大変よ。でも今は最高だ。まあ劇のおかげかな。認めるよ。でしょ、うん、魔法みたいだった。でも楽しかったよ。うん、劇は楽しかったよ。いい経験だったね。
な、何、おどける、賛同する、なんや、おど、え、賛同するは何か分からんけど、おどける、え、賛同する、ああ、一緒にいるようになってから全部魔法みたいだ。また一つ仲良くなれたね、レイジェルと。町を出よう。本当に。本当にか。町を出て二度と戻りたくないって言ってたじゃん。私も同じ気持ち。ああ、私も今日ずっとそのことを考えてた。でもそれは言ってみただけじゃないはず。本当は行きたいの分かってるでしょ。うん。でもいつかはって感じで。今すぐ出よう。さっき舞台で約束したよね。そんな簡単に。どうして。え、なに、え、もうす、え、す、今行くの。いや、聞きたいとこあるけど、いろいろ。まず移動手段は。車がなかったらどこにも行けない。うん、廃品置き場のトラックを直してるじゃん。直せるかなって思っただけだ。で、直せるの？直せないの？え、直せんの？お金ないよ、俺。え、わからへんねんけど、俺。わかんないよ。私、整備士じゃないし。できるよ。今、どんな状態かも知らないだろ。うん。知る必要ない。私はクロエがどれくらいすごいか知ってるから。え？むっちゃ人任せやんけ、お前。というわけで、うん、車の問題はこれで解決。俺が解決すんねんけどな。うん。え、じゃあ逆にお金はやん、どうすんの。金のことは、うん、裏の仕事で稼いだんじゃないの。稼いでないよ、お前。俺、お前車も直してんし、お前金も渡したよ。フランクに頼まれて金を取ったけど、またドリューに返しちまった。うん、お金必要そうだもんね。だろ。でもフランクに知られたら何を言われるか分かったもんじゃない。うん、なんとかなるよ。何やねんそれ、お前。出るくらいのお金はある。え、パパにもらったお小遣い貯めてたし。あ、そっちが持つ。口止め料だったのかもしれないけど。他に質問は。え、じゃあもうちょっとせびったいのにな、思わへん。口止め料やと思って認識してもらってたけど、でも口止め料渡せって言えると思うけど、まあ親は。親のことは腹立つけど、うん、ほったらかしにはできないだろう。そんなのクロエらしくない。いや違う、まあその資格はええよ別に。やけどそのそっち側のね、家は別にこじれてるわけじゃないから。まだこれは、うん、レイチェルのママに悪いっていうのも俺あるんだけどな。私のママはもういいやん、勝手に好き勝手恋愛しとんねやからさ、資格と。おばさんかわいそうじゃん、何もしてないのに。だろ。壊れた夫婦の間に挟まれた私はどうなの。まあそれもそうか。まあそうやけどね。まあなんかかなり衝動的やなっていうのは捉えられるよね、今ね。もういいじゃないって、なんとかなるよ、とにかく行こうよっていうね。いや、もう分かったよ、コウさん。分かったよ、姫様。じゃあどこに行く。どこがいい。クロエとレイチェルにふさわしい、うん、面白くて魅力的な行き先は。白金かな、白金。ああないか。いやでもこの中でどこって言われたら当てのない旅の方がいいわ。延々とどこまでもドライブするってのもありだな。うん、それ史上最高のアイディアかもしれない。二人で海岸沿いの道を走る。うん、トラックはネタになるお土産品でいっぱい。いや、毎晩違うビーチを散歩しながら、うん、夕日を眺めるの。どっかで働かなあかんけどな。この時間帯大好き。何でもできる気がしてこない。レイチェル、やめろよ。もし本気じゃないんなら、叶わない未来の話をしたって虚しくなるだけだ。何言ってんの。
私は大真面目に話してるのに。一体どうしたら信じてくれる？おお、何これ。これはね、ちょっとまた別の話というかめたい発言になっちゃうところはあるんだけれども、まず先に前提としてね、本編のライフイズストレンジではこのクロエがブレスレットを確かもらってた気がするんですよ、レイチェルからね。親友の証としてブレスレットをもらっていた。でそのブレスレットを大切にそうにしていたっていうのは若干どっか記憶にはある。で今回だから今もうそのめたい関係のところはまあさておきね、A か D かタトゥーかブレスレットか。タトゥーっていうのがちょっとよくわからんのよな。何に対してタトゥーを、どんなタトゥーを入れるんだろうな。外ウーに見え出したもんな、もう A がな。でもちょっともう考えたんですけど、まあちょっとごめんなさいね、語ってばっかりで申し訳ないんですけど、まあ本来ブレスレットが多いんじゃないかなと思う。なんでかっていうと、まあブレスレットっていうのはものだから、あくまで。でそのものっていうものをだから渡す、ブレスレットっていうものを渡してもらうっていうことは別に捨てることもできれば返すこともできるじゃない。だからなかったことにできる。そういった意味で今回のことを、この出ていこう一緒に旅に出ようっていうのはブレスレットの方がやり取りとしてはいい気はする。で逆にそれで考えたらね、タトゥーっていうのはね体に入れ込むものやし簡単には取れない。でも俺逆にやけど、タトゥーは絶対に俺は守る、私は守るっていうある意味これ以上ない意思表示やと思うのよ。でレイチェルのことを本当に思う、レイチェルと私クロエの関係が本当にこれからずっと続くって仮定するならね、そう信じるならタトゥーでもいいんじゃないかなと思い出したの俺は。だからしっかり意思があるタトゥー、そうおしゃれタトゥーとかそんなんはもういいやんか、別に住みにくいだけやし日本に住んでたとしたらね。だけどこのタトゥーに関してはある意味いい決意表明になってるんじゃないかなと思うから、ちょっとごめんこれタトゥーにするわ俺。じゃあインクで示すんだ。誓約書とか。いや、え？それタトゥー？ちょっと待って、え、俺の持ってるやつ全然違う。しかも星とかお前。これは下書き。え？本気ならタトゥーを入れること。あ、なるほど。そしたら信じるよ。今夜出ようって言ったらどうする？マジで？なんだこれ。出発の知らせだよ。ほら、どうする？服とか取りに家に行こうか。誰が着る服？悔しいけど私の服すごく似合ってる。そう、まあ行くか。その後ついにアルカディアベイを出る。やったぜ。マジか、すげえ走り方聞こえな。ほんでもう出んの？めっちゃいい家や。もう店みたいやもんな。あ、違うな、金持ちはやっぱり。あ、いいな、なんか。あ、隠れていくの？わ、むっちゃおしゃれな家よな。あっ、おっと、おかえり。レイチェルが帰ったぞ。
新しいお友達も一緒だ。スターのお帰りね。ちょうどよかった。もうすぐご飯よ。クロエだったわね。だった。いや別にそこは引っかからんでいいんちゃう。当たり、うん、強烈な印象でも残したかな。ええ、あなたは人の印象に残りやすいみたいね。レイチェル、今夜は輝いていたよ。ありがとう。クロエ、夕食を食べていってね。クロエも？え、私も。もちろんだ。チキンソテーを作ったの。二人とも公演の後でお腹ペコペコでしょう。うん。ああ、遠慮しとくかすぐ出るつもりしかないんか。いや俺別に飯食ってもいい。なんかな、俺一個だけ引っかかってた。実はおとんは騙されてるとかそういう類なんじゃないかとか思ってんのよ。どう見ても悪人じゃないやろ。こいつがそんな悪いことしそうじゃない、できそうにないやろ。そもそもがそんな悪いことができないような人間だとしたら騙されてる可能性もある。ちょっと話してみたいなっていう。遠慮しとくっていうよりはすぐ出るつもりの方が優しいか。ありがたいんすけど、すぐ出るつもりで寄っただけなんで。あら、他に夕食の予定があった？夕食の予定？飯なんて出てきたもん食うだけじゃないの。クロエ、校長室での出来事は非常に残念だったと言わざるを得ないが、せっかくレイチェルとこんなに仲良くなったんだ。ぜひうちで食べていってくれな、レイチェル。ええ、もちろん。クロエ、食べていってよ。お願い。喜んで。よかった。私、ちょっと部屋に行って、すぐ戻るね。急いでね。じゃあ、クロエは準備を手伝ってくれる？え、うせやんな、マジで？もちろんです。ほんま、麻婆豆腐しか作れへんで、俺。でもいいんやったら、とっておきの麻婆豆腐作るけど。私は荷造りしてくる。うん、食べ終わったら出よう。一人で大丈夫？うん。大丈夫大丈夫。いや もちろん大丈夫。そんなもちろん、うん、気に入られてるみたいだし。すごいでっかい豆腐で作んねやから。俺最初はいい顔するの。え、うん、油断しないで。あと油断って。クロエ、夕食さえやり過ごせばいいんだから、話すときにあんまりね。いつもみたいなことは言うな。そういうこと。アンバー家の皆さんと楽しいひととき、うん、問題なんか起きるはずない。ちょっとメール見てみようか。いっぱい来てたから。まず、ステフなんですけど。あ、ステフだけか。クロエ、テンペストに出たんだって。うん、すごい騒がれちまったよ。だろうね、みんなすごく良かったって言ってるよ。今日はいいことした。メダルを2個もらえるね。ドリューは大丈夫。マイキーが後でメールするって。そうだ、2人に頑張れって伝えてって言ってね。そやね、さすがにここで足を折れとは言えないよね。でもまあ、後々校長に怒られるんじゃないかとか思ってんけどな、俺は。出た時にさすがにまずいでしょ。スキップは何してるんだって話もなると思うねんけどな。これは何の勲章これ。レイチェル。あ、レイチェルの。私に会う前はマジで優等生だったんだな。今のうちに目をつんでよかった。いや、っていうか別にレイチェルはだからこいつのせいやろ。ジェームスと女絡みで、あの、確かめに行くためだけにサボり方を教えてあげるとかそういう話をしただけであって、もともと出会う出会わんとかじゃなくて、ずっと今でも優等生なんやと思うねんけどな。でもあれを見たからちょっと今逃げ出したいと思ってるだけなんじゃないかなって。グラスだらけ。わ、アンバー家はマジでリッチだな。やっぱ天下一品の水入れるやつやんそれ。めっちゃ欲しいねん俺、こう天下一品の水入れるやつ。酔っ払うのにな、こんな面倒なものが必要だなって。落としても割れへんねんで、あれいいよな。あ、大きなノッポやんこれ。大きなノッポのやつや。もういいわこんなん、こんなん見ててもしゃあないわ。あ、これは何、こんな何これ、ビールか。右からビール出てきてる絵か。おしゃれやな。こういうの夢よな。こういうの、このなんか、このなんていうの、タンスでこう混じ切るみたいなやつ。あとこの意味もわからん木くり抜いたやつね。鍵入れても余るしみたいな、こういうのやっぱりいいよね。よく見るわ俺、雑貨好きやから。じゃあ話聞かせて、ジェームズ。アンバーさん。クロエ、何かご用かな。浮気しますよね。劇はどうでした。レイチェルは敵役だったと思うけど。うん、その通りだね。私たちも鼻が高い、うん、ああいう役とは知らなかったが。はい、
なんというんだろう、男女逆転、女性が男性を演じる演技の話をしてたんすけど。ああ、そうか、なるほど。ん？あ、あれ一応男性がすべきやつなんや。宝塚とかではでもあるよね、男役って言ってね。レイチェルはいい子だね。ありがとう、自慢の娘だよ、うん、あまりにも優秀なんで逆に困らせたくなりません。ならないっすよね。え、なるんかな。親やったらならへん気もするけどな。ああ、おじさんは検事なんすよね。ああ、この地方の検事だ。じゃあこの地方で逮捕されたら電話してもいいっすか。そんな予定があるのか。冗談っすよ、滑ったね完全に。なんかだいぶ嫌われた感じやな。喋らん方が良かったんか。使うやって、出るだけでも嫌だったのに、うん、コメントなんか読めるか。ドリュー大丈夫かな。あれか、演技のやつかやね、はあ、閲覧履歴の消し方の後、うん、昨日の履歴が全部なくなってる。浮気のサイン初級編って感じ。レイチェルかわいそうに。はあ、ちょっとこれはみんなで見てみたいね。あの検索履歴やと思うんですよこれが。でまあゴルフセール、ビーコン C で40代健康、ここら辺は大丈夫やと思うんですけど、ここからはね、シークレットモードとか、シークレットモード使い方、検索履歴、削除方法、スモールショップス、ノットフェイス。スモールショップスとノットフェイスっていうのは何やろな。これはちょっとごめん、わからんな。でも履歴が消されているっていうことなんでしょうね。うん、まあここがちょっと怪しいといえば、まあ確かに怪しいね。え、あ、選択肢が増えましたね。これジェームス話したりして変わったりせえへん。なんだい。まあせえへんか。こんなやつを敵に回したくない。あ、ちょっと待って、ここにあるぞ、セラ。ちょっと読んでみるか。これあの資料ファイルって書いてあって窓辺に置かれてたんですけど、北の町の北部の工場と呼ばれる古い製材所を改築したナイトクラブ、これ私が最初に行ったとこかな。で、デイモン・メリックっていう人の容疑なんですけどね。窃盗、恐喝、まあ、ここのタグイート。で、交友関係、フランシス・バワーズ、ジェルドン・パイク、セラ・ギアハートっていうんか。はぁ、なるほどね。まあ、他の人の名前はちょっとわからないなぁ。ちょっとわからないかな。とにかくこのセラ・ギアハートやな、問題は。こいつよな。で、こう、フランシスかって書いてるけど、こっからこう線が出たりしてて、あ、こいつあれやな、耳が大仏みたいになってるやつやな。ここがこう友達で繋がってて、でここも出てきてると、あ、俺に絡んできたやつかと出っ歯や。あ、ここら辺がまあこいつらの和というか、なんというか全てなのかもしれないね。よーし、バラ話聞かせてくれ。アンバーさん、どうも。クロエ、一緒に食事ができるなんて嬉しいわね。お母さん何も知らへんもんね。今だけやね、笑顔なれんの。ほんだらおじさんは高潔、誠実、忠実、はい、庭の看板。ああ、そうね、ごめんなさい、夫が選挙で指名されるのにまだ慣れなくて。え、選挙出んの。大げさな言葉、結婚生活って聞いてみようかな。結婚相手が検事ってどんな感じ？検事だからって他の人と変わらないと思うわ、まあね、でももっと秘密があるんでしょ。ああ、ありそう。秘密？ほら、依頼人の秘密は守らなきゃいけないとか。検事はね、州の代理人として犯罪者を裁判にかける仕事で、弁護自体はしないの。ですよね。いやでもうまいこと聞くよな、クロエもな。なんかその秘密ありますよねって言って、ちょっと顔を濁したりしたら、あ、知ってんのかおかんはってなるもんな。うまいなお前。よっしゃ、じゃあ手伝いしましょうか。それで、私は何を手伝えばいいんすか。何したらいい。食器棚にあるお皿を4枚テーブルに並べてくれると嬉しいわ。くれなかったら。どういうこと。くれると嬉しいって。なんでもない。おかしな子ね。そうやな。よし、
よその家庭をぶち壊さずにテーブルの準備するくらいできるだろう。ちょっと揚げ足取りというかなんというかな、あんまりそれはないでしょうみたいな感じするけどな。まあここかな。秘密はなし、うん、でも高そうな皿でいっぱいだ。あ、マイキーからメール来た。まあ、ちょっとこれ取ろうか。まず4枚やろ。4枚ってことはさてテーブルに行くか。 あれはないねんね、兄弟はいないのね。レイチェルはね一人一個なんやね。そうか。他にもね結構シンクとか、あとね、まあ、マイキーのメール先ちょっと消化しとく。あ、クロエ、ドリューの手術が終わった。痛がってるけど無事だ。手術してたんやね。マイキー今日は本当ごめん。いいんだよ、クロエは僕といてくれただろ。お金も守ってくれたし助かったよ。まあ、守ってないんやけどな。もっと何かできたらよかったのに。クロエが劇に出たってステフが言ってる。どういうこと。忙しい一日だったよ。ヒーローはみんなそうだ。まあ、ちょっとよく言い過ぎやって。金を奪おうとしてたんやからな。この写真なんか物足りないよな。直してやろう。ジェームス・アンバー・ケンジ、麻薬犯罪を厳しく取り締まる。落書きできんの。え、そんなんしていいの。おばさんがそこにいたら、うん、落書きできない。絶対見つかる。もうしなくてもいいからな、別に普通に考えたらな。おばさんをなんかでここなえ、そんなおばさんを誘導しなあかんの。あ、これも家族写真いいやん。なんかテーブルにまず、まあとにかく皿を置こうや。まだフォークが整ってないからね。ま、ママからメール来た。なんやねん。はい、ママからメール来たんで、メール読んでみましょう。クロエ、ジャスティンのお母さんが電話してきたよ。劇に出たんだって。ママも見たかったよ。なぜかそういうことになってさ、直前に決まったみたいだね。でも元気そうでよかった。今夜は家にいてくれると嬉しいけど、帰ってくるのかってね、お願いだよ。ママは寂しいってね。いや、わかるけどさ、なんか、いやー、なんか、ま、ママもさ、女やからな、言うても。一人の女やから、そこまで拘束はできひんけど、まあ作品だわ。どうでもいいって。でもなあ、娘のこと考えたらさ、ちょっとやっぱりその一緒に住むとかっていうのとかはやっぱ考えてあげてほしいよな。ま、皿出し完了。他には。そうね、夫に飲み物は何がいいか聞いてきてくれる。聞いてくる。くれますよ。そう、この距離で聞けへんっていうのがどうかと思うけどな。え、あんた何飲むんって言って聞いたやんな。何飲むんって、ミルクでいいとか言って。ちょ、あ、そうか、聞いてこなあかんのか。そういうのもダメなんやな、ケンジっていうのは。なんだい。あ、飲み物は。ところで不倫はいかがすか。お、今なんと。ドリンクは何にするかおばさんが聞いてきてって。シェリーと言ってもらえるかな。はいよ。1、2の3、シェリー。参ったね。何そのやりとりが分からんねん。どういうこと。よかったら教えてほしいことがある。うん、私でよければ。何。ローズと私は、うん、レイチェルが心配なんだ。昨日のようなことをする子じゃない。何が原因だと思うかね。D やな。わかんないっすけど、何かに反抗してるんじゃないかな。それか誰かに。何に反抗する必要があるんだ。望むものは全て与えてやっているのに。ああ、そのタイプか、お前も。だが私は今朝校長室で君が述べた説明にも納得がいっていない。あの子は他人に流されるような子ではないからね。君との交流が心配でないと言ったら嘘になるが、今のあの子には君が必要なのかもしれない。10代の不安定な時期を超えていくのにね。
どうも。まるで心当たりないみたいな感じに、なんていうんやろ、取り繕ってるというの言うのかな。でも本当にもし何もなかったらっていう場合、その可能性も捨ててはいけない気もするんですよね。何かしら。シェリーって言ってたよ、シェリー。ボスはシェリーがいいそうで。ありがとう。チャイナキャビネットからグラスを出して、彼の席に置いてちょうだい。中国まで行けって言うんすか。冗談。チャイナだったなっすよね。チャイナやから中国だ。正解。よし、それか。三角形のグラスよ。三角形のグラス？三角形、その言葉なら知ってる。三角形のグラスって、それそういうこと？それを何一つだけな。なんで俺も飲ましてや。そんな俺も飲みたいやんけ。なんかあかんのか俺。この皿はつことあかんのか。ほんでこれなんや、反射光か。反射光のために用意してるのか。こうグラス置こや。うん。お。これでいいの？何かしら。他に何かすることある？他には、なんか調子出てきたみたいで。次で最後よ。お。ろうそくに火を灯してくれないかしら。ろうそく？ライターは。自分のがあるんで。あら。ほら、いつでもろうそくに火をつけられるんですね。ずいぶん用意のいい子ね。そうなんですよ。どうも。ろうそくに火をつけて、いいムードを演出してやるか。そうやね。まあろうそくとにかくやるか。まあここやねんけど、こんなことすんねんだ。ここに照明やのに、ここでさらに火を、これすごいな。いちいち飯のためにこんなんしなあかんのか。これは上品やな。で、出てくるのなんやろな。アンバーケと火、怖い組み合わせだなあ。お好み焼きとか出てきたらどうする。ネギ焼きとか。全然合わへんやん。考えなかったないちいち。クロエ、ん？学校でレイチェルと一緒の授業はあるの？まあ、もうないかな。授業自体ないっすね。あら、やだ。ごめんなさい。いえ、いや、一緒の授業は、なかったっす。それね、悪気が出てるんじゃないよね。山火事すごいわね。ママ、料理おいしいよ。よかったわ。あんなに火の手が早いなんて、今まで聞いたことがないわ。そうやね、火の手が早い。まあ俺はあんま分からへんけど、まあちょっと怖いな。怖いっすね。カンドリー忍ぶぐらい怖いね。北部で起きた洪水の後、今年は雨が少なくて喜んでいたのに、春の干ばつの方が危険だなんて。そうやね、ちょっとわからん、ごめんな。どっから火種が飛んでくるかわかんないしね。そうやね。確かに心配だな。当局によると放火の可能性もあるらしい。放火？放火？誰がそんなことを。お前よ。理由はいくらでもある。今の世の中、この小さな町も社会の害悪と無縁ではいられない。ほう。この数年、あなたがどれほど辛かったか想像もできないけど、せっかくレイチェルとお友達になってくれたのだから、これからは遠慮せず遊びに来てね。そいつはどうも。いいお母さんやな。ああ、そうとも。困難が多いこの時代だからこそ、最も大切なものが何かを忘れてはならない。何やそれ。つまり家族だ。家族には重大な責任が伴う。愛する者を思いやることは大切だが、決してその愛に甘えてはならない。いやちょっとこれレイチェルの回想やな。もう我慢できない。レイチェルは黙って聞くしかなくても、私は違う。違うよ。おっさんに思い知らせて。これはもうビャフンと言わせてやろうぜ。それは違うと思う、ジェームズ。違うよお前。おー、
君は他の誰より家族のありがたみを分かっているはずだが、感謝する心の余裕、ありがたみは差別、感謝する心の余裕、ありがたみを感じる余裕もないし、うんうん、私にはそれすら贅沢に思えますね。一理あるわ。わからんけどね。恵まれた環境にいるからこそ、うん、視野が狭くなることもある。うん、あるかもしれないね、それは。本当だね、ママ。だが、個人個人にも責任はあるはずだ。うん。君もそう思うだろ。個人個人。責任。責任の、パパは責任感が強かった。責任のすり替え。ママの彼氏が責任の話をするのは、決まって他のやつをコントロールしたいとき。軍人らしいっちゃらしいけど。ちょっとよくわからんけど、どこに導きたいんか。異なる視点を持つ人と会話することが、いかに大切かわかるでしょ、うん、刺激的だわ。ね。うん。とっても刺激的。クロエ、君は何でも知っているようだ。うん。なら、これまで身につけた世の中についての知恵で、我々の道を照らしてくれないか。道を照らしてくれないか。闇の存在、衝撃の事実。光明を投じる。いいですよ。私たちは人をよく見るべきだ、うん、特に権力者は何を隠してるかわかんない。そうよ、それはわからん。とてもしっかりした意見ね。ああ。あなたたちの世代は意識が高くて感心するわ。いや、ほんとそうよ。クロエはすごく意識高いんだよ。待ちなさい、ローズ。この程度で意識が高いと言われるなら、将来は絶望的だ。ジェームズ、大人げないし、クロエに失礼だわ。なんてこと言うの、お前は。そんなことはない。さっきからこの子は、意見するふりをしながら、うん、隠れて私を攻撃し続けている。そうや？シークレットモード出てきたぞ、お前。パソコン見てたからや、俺が。私が自分の言動を偽る、うん、シークレットモードでも使ってるって言いたいんか。おお、かけるね。そりゃ妄想っすよ。どうや？もういいっすよ。私の先進的な態度は歓迎されてないみたいなんで、帰ります。クロエがそういうのも無理ないわ。謝るべきよ。謝る必要などない。この子は意図的に攻撃的な態度をとっている。今朝と同じだ。この種の人間は追い込まれるといつもこうだ。この種の人間、今度はプロファイリング、検事局で学んだことがそれ。見損なうな。公平公正であることは我々の理念だ。ええ、聞こえだけはいいわね。なんだと？私を偽善者だというのか。レイチェル。お？これ以上茶番には付き合ってらんない。レイチェル。もういい。パパは偽善者だってとっくにバレてるから。嘘つきで浮気する最低のクズ野郎。なんだと？言ったね。昨日見たの。クロエと展望台でジェームズ、女の人とキスしてた。言ったぞ。レイチェル、昨日見た、いや、見たと思っていることは難しいだろうが、パパを信じてくれ。は？信じる？見たと思ってる？見たと思ってることはパパを信じてくれ。何？信じるっていうのはなんか違うんだ、やましいことじゃないんだっていうことを言いたいんやろけど、キスやもんな。見たと思ってるってどういうことなの。まあいいか、 A にしてみるわ。悪いけど、おじさんの言葉より自分たちの目を信じるね。うん。いい加減にしろ。今後二度とこの家にも娘にも近づくな。妻の同情に付き合ってやったが、私は最初からお前がどんな種類の人間か分かっていた。へえ、どんな種類っすか。不良だよ。壊れた家庭の壊れた子供だ。もうやめて、ジェームズ。これ以上失礼な言動は許さない。いいから本当のことを言ってよ。嘘はやめて。ケンジのパパはもううんざりなの。私のパパを返してよ。レイチェル、
お前が見た女性は愛人ではない。あれはお前の母親だ。え？どういうこと？え、ちょっと待ってよ、何それ。え、なんなん？おい、ぶっこんできたな、すごいの。え、ちょっと、え、なになになってこと、なに再婚ってこと、再婚相手ってこと、今のお顔、ローズは。え、なんでそんなことになってんの。でも、ちっちゃい頃の写真とかはあったんじゃないの、ないの。マジかよ。なんか若干心の隅にあった、そのもしかしてこいつそんなことできるような人間じゃないんじゃないっていうのが当たってたっていうか、うわ、消しかけてたのに俺その線は。マジか、意外やわ。これドリューのところに指紋やったな。フランクとあいつの間では、デイモンやったっけの間では、なんかなされたんやな、まあ、こいつはもうどうでもええわ別に、ビクトリアな。で、こいつやっかみで、まあ起き上がれたんや、禁止管材から。なんかこいつも後々張ってきそうやな、今の恨みっていう感じがちょっと伏線になってそうな気もする。まあ、ジョイスお母さんはね、まあまあなんで寂しいやろな。じゃあもう資格がいるから、もうなんか全部見てあかんもん。俺も資格あんま好きじゃないから。これでもどうなんだよマジで。今から出ていこうって言ってたところで、あ、兄さん、ハムスター。何ここ出来上がんの。うわ、なんかむっちゃ今のところいいやん。出たのこいつや。あれ、レイチェルのおかんなんか。なんで、なんで、え、な、レイチェルのおかんはなんであんなことになってんの。マジ出るわけでもなく、うわ、気になるね。これはエピソード3が楽しみだ。はい、来ました、皆さん。ここから10分ぐらい続きますんでね、エンディングロールがね。まあ私はここカットしますけれども、この後に統計っていうのが見れるんですよ。これエピソード2のね、私がやってきた選択肢のね、それちょっとみんなで見てね、やっぱ今回終わりにしましょう。はい、来ました、ここ楽しみですよ。エピソード2、素晴らしき詩人世界か。レイチェルの代わりに罪をかぶった、こう討論して罪をかぶったって人が 78%、 これ私選びましたね。そして次、デイビッドに言われてポケットの中身を全部出した、あー、出したからの方が多かった、 62% で、デイモンにお金を渡した人とマイキーのそばに、あー、これそばにいた方が多かったんか、これ意外やね。俺デイモンに、やっぱみんな考えることは近しいものがあるねんな。特にね、私の場合はあのね、これまたこれ全部総括して言えること、エピソード3の時にもう一回言うと思うけど、俺ほんまに兄貴と被るんだ。このクロエの状況が本当に兄貴と被るんだ。で、そうなった時にうちの兄貴は、まあもうだからごめんね、亡くなっちゃったんやけど、ただあの本当にこう飛行に走るその輪の中にどん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 身を埋めていったことなのね、うちの兄貴っていうのはね。で、そういった時にこういう知り合いとかっていうのは俺弟としてよく見てきたんだよ。ほんだらやっぱお金絡みの話とか、あのなんていうの、そういうやんちゃな人たちの間の話っていうのは接したらあかんっていう免疫みたいな、そういう勝手にもう俺はそういう風に反射的にしちゃうような癖がついてたんだけど、まあこれがみんなとあんまりね、あのずれてなかった答えだったんで、ちょっと自分としてはあ、よかったなっていうのもあります。次、レイチェルにキスしてと頼んだ。ん？レイチェルにキスしてと頼んだ。レイチェルにタトゥーを入れないかと頼んだ。レイチェルにブレスレットをしてくれないかと頼んだ。俺このレイチェルにキスしてと頼んだので選択肢がないっていうのは、おそらくエピソード1の時の選択肢でしょうね。エピソード1の時に私がここよね、レイチェルに友達以上の存在だと言った。これを選んでなかったから、ゆえにここでは恋愛事にはなってないということやな。でもどうでしょう、私は別に恋愛事をしたいわけじゃないので、
あのぶっちゃけこれから先もレイチェルとクロイをくっつけようとはさらさら思ってないです。私はこれ申し訳ない、そういうエンディングが見たいってやったらもうワイワイのライフイズストレンジビフォーザストームは当たりじゃないかもしれないね。俺別にそういうのが見たくもないし、それが正解やとも思わん。だから普通に親友としてね、俺は接していこうと思う。自分が自分あのクロイやと思ってやってるから。次、エリオットに演劇のことを話さなかった。エリオットと演劇に行かないと決めた。演劇に行くつもりだった。ああなるほどね、それはちょっと少なかったんだ。デイビッドとやり直すことに同意した。あ、これやり直すことに同意した人が多かったんだ。ほー、まあでも拒むよりはそうなんのかな、やっぱ一回やな。トラックのダッシュボードに歌手のフィギュアを置いたこれはまあ多かったでしょうね。フランクに借金の返済をしなかった。ほー、だからドリューに、ドリューにお金を返した。あ、ちょっと待って、フランクにまず借金を返済しなかったっていう人がいますけど、多分これはできなかったが正しいんじゃないかと思うんですよ。なんかの拍子にお金をクロイは持ってて初めて返済できた。だからこの 2% っていうのはかなり選択肢を限られた 2% やと思うね。レアやと思う。ステフにレイチェルはフリーだと言わなかった。ステフにレイチェルはフリーだったと言った。あー、なんなんやろな、これこのゲームする人はみんなくっつけたがるもんなのかね。ということでまあフリーと私は答えたんで少数派やね。ドリューにお金を返さなかった 68%、 ドリューにお金を返した 32%。 どこでじゃあお金をどうしたんだろう。まあ、そもそもお金を取らないっていう選択肢をしたとかそういうこと。まあ、ここわからないけどね。返したが少ないってことは返さんとフランクに返したってことか。サマンサに、助言しなかった、ネイさんに近づかないでと言った、干渉するなと言った、ネイさんを助けてと言った 33%。 まあ俺これは正解やと思うけどね。最後ネイさんのところでねパチパチパチって拍手して一人で待ってたところは微笑ましかったよね。演劇の前にビクトリアをからかった、これはまあ多いでしょう。レイチェルに車で旅に出たいと言った、これ私のね。ロサンゼルス、ニューヨーク、まあこういうとこでも別にね、これはうまいこと割れてますね。レイチェルが夕食でジェームスを非難した、夕食でジェームスを非難した。あー、俺が非難した場合か、あれに勝ったか負けたかってことか。なるほどね。まあこういった感じの統計になりました。ちょっとねまあ進めてほしい展開とは違うようになってしまったかもしれませんけれども、ここからエピソード3、本当にもうまあ、最後のねエピソードに行きますんで、物語がすごくこう収束していくと思います。その予告みたいなものを見てみましょう。何やったんやろ今の。っていうかさ、よく考えたらさ、エピソード2が終わった時に見たあのなんか壁ドン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 黒いドンドンドン黒いみたいなやつもなかったよね。まあちょっとそこは違うのかもしれないね。あ、すごい山火事が終わってる感じですねこれね。まあ物語もこうなんて言うんでしょうね、燃え上がってた火のようにこうどん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 消えていくというか、まあ、何かしらの終わりを迎えるんでしょうけどね。鳥肌ものだった最後の衝撃的な事実、実はレイチェルのお母さんだったという、まああの女の人が一体どういう風に絡んでくるのか、お楽しみにね。エピソード3次回からやっていきたいと思いますので、よろしければご覧いただければと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。